タリーかポプンポプンガールズの終わるわごめん。せーのタリーかポテガールズのユナです。ユナです。今日は初めてアイコン採用に来てきま来ますボロボロか来てみました。でアイコン採用まで来るのに最近ゴールドラインっていうのが開通して、今まで船でしか行けなかったのが電車で行けるようになったみたいな感じなんですけど、朝思いつきでごめんなさいじゃんけんで負けた方がさ船で行かへんみたいな、で向こうで落ち合わへんみたいなこと言い出して、それに乗ってしまい、私がしかもじゃんけんに負けて船で行くっていうお疲れ様です。で、まあ、私が船で行ってエナがゴールドラインに乗ってアイコン採用まで来てみたので、まあ、どっちも多分メリットがある。船はタダやし、しかもなんなら船も割と早くて、着く場所がちゃうけど、うん、多分同じぐらいに着いたから、なんかどっちもどっちって感じ。どっちもどっち、なんか日本ってそんなに船乗る機会ないから、ちょっと船乗りたいかもってなったら船でもいいし、うん、でもそのゴールドラインもなんか普通のモノレールみたいなんじゃなくてちょっと違う感じやから、それはそれで楽しかったから、そっちも楽しめるし、うん、行き船帰り電車とかでも全然楽しめると思う、うん、初めてのアイコンサイヤムなのでずっとなってるだけやけど、チラ見せしていければなと思います。メインはアイコン採用への行き方です。それではアミチャンネルからスタートします。 Nope. 3番なんでそんなよそよそしいっての振り方な右右そっちそっちシーロムラインの方ゴールドラインの駅が3つしかないみたいで、今ここにいてて、次の駅がアイコンサイアムの駅って言われたので、この次の駅で降りていきます。駅のホームがこんな感じで見えてる部分だけで、なんか電車が2両編成ですごい短いやつなので、ホームもすごいちっちゃい感じです。
帰った。降りたらこの駅と直結してるんで、もうすぐ左手にアイコンサイアムが出てきます。ミアは到着したのかしら。わあ、でかっ。乗車時間約3分ぐらいやったんですぐ着いたんですけど、なんか思ったより電車が揺れました。モノレールみたいなんじゃなくて下にタイヤがついて、なんかタイヤで走ってるって感じでしたね。楽しかった。さてさて、到着したので待ち合わせの場所に行ってみたいと思います。あ、どうぞ。ジャパンタクシーの駅ですわ。バイバイやな。はい、この2番ですね。どっか行った時にもここがあったな。何やったかいな。動いてるか、とっても微妙。いつどのように入っていいかな。 I want to go to Icon Sayang。 サンプライヤーですね。あ、これか。これ、これや、これや。行ってもた。ファンタクシーの船着き場に来たんですけど、ちょうど船がいたところで次の船を待ってます。さあ、無事にたどり着けるんでしょうか。船来た、これや。これに乗ります。これや。初めて来た。やっぱりめっちゃ広い。ここに入ってるスタバがなんかすごいめっちゃ広いところがあるって言ってて、それをちょっと目印にして会おうと思ってるんですけど、スタバどこや。スタバがない。またスタバ発見した。え、スタバこれ、なんか思ったよりそんなでかくない。ここなんかな。絶対やつ。いや、今どこ。来た来た、やっと来た。船の少女、船少女アイコンで迷子なってた。お久しぶりー。めっちゃ疲れた。どうやった船は。なんか遅い。あ、そうなん。これがさ、さっきの電車やってんやん。だから私入ってきて上上がったらすぐスタバ見つかったんやけど、船やからさ、多分果てたわよな、まったく。あ、違うやし、なんか早速下に降りたから分からんか。再会。疲れた。どうしたことない。いや、なんかちっちゃないこれ。めっちゃ違うなと思った。ロイチのアールグレーとか、なんかこの3つがアイコンサイヤーの限定っぽくてこれにした。はい、
い、ということでバラバラグダグダでたどり着いて、たどり着いた後会えないっていう、まさかな、広すぎたな、お店広すぎた、全然たどり着けず地下をひたすらうろ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 して、え、どこみたいにひたすらなってて会えず、ほんまにいろんな店があって、そのなんか全部無駄におしゃれ、店舗がなんかカムチャ、あのなんか40バーツ、50バーツぐらいでさ飲み物買えるような、日本でいうドートールよりもっともっと安いみたいな、めっちゃおしゃれにしてあって、なんか分かるので来てみてはいかがかなと思います。なんかさ、日系のさ高島屋も入ってるのはもちろんだけどさ、うん、あのなんかロフトとかさ、うん、ユニクロ無印とかそういうのもいっぱい入ってたな。旅行でさ来た時にさ、これ1個でさ、あの、いや行きたいとこ全部行けると思う。そう、なんか化粧品とかも全部売ってるから、奈良屋とかも入ってほしい。でこの間私らが1回あの紹介したパッタイのお店もここに入ってるから。あ、そうなんや。そうそう、入ってるね、ここに。なんか言ってたな。そうそうそう、ミシュランのパッタイ、それ、それです、それが入ってるから。前の店なんかちょっと駅から歩くみたいな、あそこがなんかザ本店なんやねんけどな。あ、そうなんや。やっぱりあそこまで行くのが大変やからさ、それやったらここ来たついでに食べれたらめっちゃいいやん。確かにね、いいじゃん。そうそう、だからしかも広いから1日遊べそうやしさ、ちょっとあのなんかメンズやし、ない時にさ、そうね、遊べたら多分一番いいかな。はい、ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。高評価とチャンネル登録、インスタグラムのフォローもぜひよろしくお願いします。それでは次回の動画では